ありがとうございます。今日なんですけれども、ご覧の通り関西学生アメリカンフットボール、こちらを見に来ています。今日は関西大学対同志社大学の試合で、こちらも一部リーグの強豪チームの戦いとなっております。どうも、改めましてカズペンです。見ていただきました通り、先日エキスポフラッシュフィールドの方に行きまして、関西学生アメリカンフットボール一部リーグですね、関西大学対同志社大学の試合を見てまいりました。この私、何を隠そう、生まれも育ちも関西大学のもうほんと近くで、生まれそして育ちましたので、まあ、小さい頃から関西大学のグラウンド、道路から見えるんですね。アメリカンフットボール部が練習していたのをよく見ていました。大人になるにつれて、やっぱりね、アメリカンフットボールの面白さがこれどんどん分かってきてね、最近はね、NFL とかね、ばっかり見てるんですけれども、やっぱりね、学生スポーツ、特に大学生のスポーツね、面白い。そして、僕ね、大学のスポーツ、アメリカンフットボールって何が面白いかっていうと、大学生ってもう大人ですよね。だから、学生なんですけれども、もう自主的に、練習して自主的にこう声を掛け合っていろんなことをこうみんな自主的にやってるんですね。ほんとね、みんなすごくたくましくて、ほんとかっこよかったです。試合もそうなんですけれども、例えばベンチワーク一つにしてもです、少し動画でも最後の方映ってましたけれども、まあ、チアリーディング部の子とかね、あと応援団、吹奏楽部と、もうすごくね、みんな気合入っててかっこよかったです。エキスポフラッシュフィールドっていうのは、まあ、関西学生アメリカンフットボール連盟が、まあ、自分とこの連盟のお金を出して作った、まあ、スタジアムで、本当芝は綺麗でね、本当観客席も多くて、すごくアメリカンフットボール見るのには適しているなと思いました。まあ、隣にはね、ガンバ大阪のホームグラウンドである、
パナソニックスタジアム、私立吹田サッカースタジアムっていうのがあって、もうそこがもうとてつもなくでかいので、まあ、しょぼく見えてしまうんですけれども、アメリカンフットボールのあのコートっていうかスタジアム、で、まあ、自陣50ヤード、敵陣50ヤードの100ヤードしかないので、そんなにね、あの、バカでかい、スタジアムではないんです。ただ、やっぱりね、選手が間近で見れて、選手の声も聞こえるし、で、もう見ててね、もう最初は、おーっていう感じで見てるんですよ。で、プラッとあの、チアリーダーの方を見るんですね。あの、アメリカンフットボール知らない人のために言うと、ラグビーとちょっと似てるんですけど、まあ、実は全然違うスポーツで、ラグビーって、選手がこう捕まえられてこけたら、ボールを早く外のぐちゃぐちゃになったところを外に出して、で、プレーを続けていく、どんどんプレーを続けていくっていう、まあ、こんなスポーツなんですけれども、アメリカンフットボールは、まあ、一回一回プレーが止まるんですね。で、そのプレーが止まった瞬間から、次のプレーが始まるまで、まあ、40秒以内にプレーを開始しないといけないですね。ちょっと野球で例えるならば、ピッチャーがバシンって投げました。で、キャッチャーからボール返ってきたら、次40秒以内にもう投げないかみたいな。まあ、そんな感じで、アメリカンフットボールっていうのは、ワンプレーごとの間が40秒あるんですね。その40秒の間はチアリーディング部の子たちが踊りながらそれぞれにあの短い応援をやってくれるわけですね。だからプレー始まったらプレーの方を見て、プレーが切れて次チアリーディング部を見て、チアリーディング部の子を見たら次またアメフトを見てってことで、大学生のアメリカンフットボールというのは12分×4クォーター、まあ、アメリカンフットボールを知らない人のために言いますけれども、まあ、本当12分間時計がね動きっぱなしじゃないですね。この時は時計止まる、この時は時計が進むとかっていう風に決まってるので、実際の試合時間はもっと長いんですけれども、もうそうやってね、アメフト見てチアリーディング見て、アメフト見てチアリーディング見てってしてたらね、ほんと1試合すぐ終わります。この関西大学と同志社大学のこの試合ですね、結果、19対7やったんですけれども、あんまりね、得点の入る試合じゃなくて、しかも、タッチダウンパスの少ない試合でした。まあ、ちょっとね、見てる分にはちょっと退屈な試合の部類にはなるんですけれども、やっぱ生で見ると大学生のスポーツって面白いですね。あとこのアメリカンフットボールというのは、まあ、秋から冬にかけて行われるスポーツなんですけれども、関西学生アメリカンフットボールのホームページを見ると、12月14日まで、予定が組まれています。最後の方は、入れ替え戦ですね。1部、2部、3部っていう風にあるんで、それの入れ替え戦が行われます。でその後も、関西のリーグで、1番を決めたら、今度は関東の方のリーグですね。関東学生アメリカンフットボール連盟だったかな。悪質タックル問題とかの時に、日大がどうやこうやって言われてましたよね。あちらの方の関東の方のチームとまた戦うと。で、それの、まあ、決勝戦が甲子園ボールって阪神タイガースのホームグラウンドである甲子園球場ですね。ここでアメリカンフットボールをするんですけれども、ここでまた勝った、まあ、学生日本一になったチームが今度社会人の X リーグっていうのがあるんですけれども、その X リーグの一番のチーム、つまり学生対社会人のトップ同士の戦いで、東京ドームでライスボールっていうのが行われます。ですので、ね、僕このアメリカンフットボールこう大好きで、やっとこのシーズンが来たかと。野球が終わりかけたぐらいの時にこれ始まるのがアメリカンフットボールなので、まあね、難しい、ルールは正直言ってラグビーより難しいかなと思います。で、どこにボールがあるのか分からへんようになりますし、本当ね、初めて見る人からしたらどこ見たらええねんっていうスポーツのもう代表格なんですけれども、本当見ると面白いし、生で見るとまたね、違った見え方もしてきます。いずれね、僕のこの視聴者さんと、を集めて一緒に誰かこの関西学生アメリカンフットボールの試合ちょっと見に行く企画なんかもしていきたいなと思いますので、まあ、興味ある方はね、ぜひぜひコメント欄なりツイッターに連絡いただければまたお誘いいたしますので、そのところよろしくお願いいたします、はい、ちなみになんですけれども、私自身アメリカンフットボールやったことありません。今回の動画は、関西学生アメリカンフットボール一部リーグ関西大学対同志社大学の試合を見に行ったぞというようなお話でございました。この動画がね楽しかったという方は高評価ボタンと、またよろしければチャンネル登録のほどお願いいたします。ではまた。